こちらはIBEXエアラインズの CRJ700。 現在日本における唯一のリアエンジン T 字尾翼旅客機である同社の機体は、翼の仮面がマゼンタと水色の2色で鮮やかに塗装されていることが特徴的ですが、同社が保有する機体の一つ JA05RJ を見てみると、何やらおかしな部分があることに気がつきます。この機体、左側のメインランディングギアにあるはずの車輪格納時に支柱などを覆うカバーがついていません。ランディングギアを覆うカバーは車輪格納時に機体や翼の表面を滑らかに覆い、空気抵抗を減らす効果があります。小型機の中には車輪自体はカバーで覆われず、むき出しの状態となっている機種も多くありますが、そのような機種でも少なくともギアの支柱などはまず間違いなくカバーで覆われており、このカバーがない状態で飛行している光景はあまり見られるものではありません。 JA05RJ の場合、傷がある、あるいは変形しているなどの何らかの理由で一時的に取り外されているのだと思われますが、このように本来あるはずの部品が欠損した状態で飛ぶことは問題ないのでしょうか。飛行機は本来不具合などなく完全な状態で運航されるべきですが、とは言っても人間が作る機械である以上、何らかの故障はつきものです。特に海面レベルから高度1万メートルまでの気圧の変化、あるいは摂氏30度以上からマイナス40度以下という気温の変化にさらされ、場合によっては激しい乱気流で盛大に揺さぶられ、また時速 250km という高速度で離陸と着陸を繰り返す精密機械である飛行機は想像以上によく壊れます。敏感や夜間における駐機中に直すことができる軽微な不具合であればまだいいものの、故障の程度、交換部品の有無などの関係ですぐに直すことが難しい不具合というものもしばしば発生します。このような場合にすぐに運航を止めて多数の欠航便が発生することを避けるため、飛行機は安全の範囲内で様々な条件を課した上で整備作業を持ち越すことが認められています。もちろんどのような不具合に対してもこのような対応ができるわけではなく、整備を持ち越すことができるケースというのは厳格に決められているわけですが、このような整備の持ち越し可能な不具合リストが MEL、CDL、あるいは NEF と呼ばれるものです。このうち MEL および NEF は飛行機のシステムの故障、または機内の装備品の不具合等に対して適用されるものです。一方、機体外部の部品などが物理的に欠損している場合に適用するものが CDL となります。 CDL とはコンフィギュレーションデビエーションリストの略であり、各航空会社が用意しているものですが、その大元となるのは航空機メーカーが作成するエアプレーンフライトマニュアルという規定の中に定められているマスターコンフィギュレーションデビエーションリストです。ここにカテゴリー別に欠損していても飛行が可能とされる部品類が運航上課せられる条件などとともに事細かに記載されています。基本的に CDL の中にある項目は比較的小さな部品類、例えば機体の隙間を埋めるシールや放電柵、ライトのカバーなどといったものが多くなっています。これはそもそも飛行に大きな影響を及ぼさないからこそ、それが欠けている状態でも飛行が認められるということを考えれば当然といえば当然とも言えますが、一方で中には遠目に見ても欠損しているとわかるような大きな部品がその対象となっているケースもごく少数ながら存在します。そのような数少ないケースをいくつかピックアップしてみましょう。まず一つが冒頭でもご紹介したランディングギアのカバーです。先ほど挙げた CRJ の場合だと、メーカーが作成した CDL の中にランディングギアのドアという項目があるため、これを適用しドアがない状態で運航することができるわけです。なお、ギアのドアがない状態だと車輪格納時の空気抵抗が通常時に比べ若干増加するため、離着陸性能や燃料消費量が影響を受けることとなっていますが、その影響はごく軽微なものとされています。次に挙げられるものがウィングレット。ウィングレットとは主翼の先端にある折れ曲がった部分のことです。意外に思われるかもしれませんが、多くの機種ではウィングレットが欠損している状態でも運航が認められています。例えばこちらのエアバス A330、 本来両翼にあるはずのウィングレットが片方欠損しています。
これも同型機の CDL にウィングレットという項目があるため、これを適用して飛行できるのです。ちなみに大抵の場合、ウィングレットが取り外されてもいいのは片方のみで、両方のウィングレットを取り除いての運航は認められないケースが多いです。他にも挙げるとすれば、フラップを動かす機構を覆うフェアリングぐらいでしょうか。翼に近い窓側席に座った際に見える翼後縁に突き出して見えるあれのことですが、これも複数あるうちの1箇所のみ欠損していてもいいとされているケースが多いです。ただし機種によっては、適用するフェアリングの場所次第では上空での燃料投棄ができなくなるなどの制限も発生するようです。なお、CDL の対象項目というのは各航空機メーカー、機種によってそれぞれ異なります。例えば先ほど挙げた CRJ700 の場合だと、ギアのドアに関する CDL は存在するものの、ウィングレットに関する CDL はないため、同型機の場合はウィングレットが欠けている状態では運航を行うことができません。逆にエアバス A330 の場合は、ウィングレットが欠けている状態での運航は認められるものの、ギアのドアに関する CDL はないため、同型機の場合はギアのドアを取り外しての運航は認められなかったりします。何にせよ、このように機体の一部が欠損している状態で飛んでいる飛行機も、安全の範囲内で厳格に決められたルールに従い、低下する性能も細かく計算された上で運航されているので安心しましょう。